在クウェート日本大使館選挙事件とは1974年2月6日に日本赤軍と PFLP がクウェートのクウェート市で起こしたテロ事件。同年1月31日に日本赤軍と PFLP が起こしたシンガポール事件を引き継ぐ形で起こされた。1974年1月31日に武装した日本赤軍メンバー2人と PFLP のメンバー2人の 計4名がシンガポールのブクム島にあるロイヤルダッチシェルの石油生成施設にボートで上陸し、石油タンクなどの施設をプラスチック爆弾で爆破した。その後犯人グループは逃亡しようとしたものの失敗し、施設内の従業員移動用ボート、ラジュー号を乗っ取り、従業員5人を人質に取り、シンガポール領海内からの逃亡を格索したものの、シンガポール海軍官邸や、 警察の沿岸警備隊に包囲された。その後シンガポール政府当局やウオモト東吉郎、中シンガポール特命全権大使、エジプト大使などが説得を行い、これに対して犯人グループはシンガポール航空機による国外への移送を要求した他、イスラム教徒である人質と引き換えにウオモト大使が人質となることを要求したが拒否された。さらにシンガポール政府当局は 犯人グループの在審がポール外国大使館経由での亡命を打診したもののこれもまとまらないなど犯人グループと当局の交渉は進まず膠着状態に陥ったこのような膠着状況を打破すべく二月六日に日本赤軍と PFLP を名乗る武装した五人組がクウェート市内にある在クウェート日本大使館を占拠し中クウェート日本国特命全権大使以下十二人の 大使館員を人質にした上で、シンガポール事件の犯人4人の武装したままでの国外出国を要求したことから状況が一変した。現在のクウェート国際空港その後2月7日には、日本政府は急遽日本航空の特別機をシンガポールジャンギ国際空港に派遣し、これに合わせてシンガポール政府当局は4人を武装したまま日本航空機に搭乗させた。 同期は同日未明に犯人グループ4人と日本政府関係者、日本航空の代替乗務員らと共にクウェート国際空港に向かい、事件の舞台はクウェートに移ることとなった。なお、当初クウェート政府は日本航空特別機の自国領土内への受け入れを拒否したものの、これに対して日本大使館選挙事件の犯人グループはクウェート政府が 日本航空特別機の受け入れを行わない場合は人質を殺害すると宣告した。これに対してクウェート政府は日本大使館選挙事件の犯人グループの登場後に直ちに離陸することを条件にこれを受け入れた。またシンガポール事件の犯人グループはクウェート離陸後にイラクへ向かうことを要求したもののイラク政府はこれを拒否した。シンガポールを立った日本航空特別機は 2月8日の朝にクウェート国際空港へ着陸した。その後シンガポール事件の犯人グループは、クウェート政府当局者や仲介役となったパレスチナ解放機構関係者、日本航空特別機の基調立ち合いのもとで武装解除し、その後日本大使館選挙事件の犯人グループが日本航空特別機に登場した。その後日本航空特別機はシンガポール事件と、 日本大使館選挙事件の犯人グループ、日本政府と PLO 関係者、日本航空の代替乗務員らを乗せた上で、犯人受け入れを表明した南イエメンのアデニエ、向かい現地で投稿した。なお投稿した両事件の犯人グループは、その後南イエメン政府の黙認の下、逃亡した。ザハイジャック P148 ササーツユ文芸春秋2010年代72回。 国会予算委員会第14号、ありがとうございます。